幅はね、3メートルぐらいですけどね、高さが10メートルぐらいあって、もろね、切り立ってるんですよ。いや、電柱とポストのコラボレーション、これむちゃくちゃ哀愁漂ってますね。はい、皆さんこんにちは。今日はね、前回金沢の六浦から鎌倉まで行くこの朝比奈切通、ここを通ろうとしたらね、ここが豪雨のために崖崩れがあって通行止めだったんですよね。残念でした。ところがね、最近ね、またね、ここがね、通行できるようになりましたので、こちらの方行ってみたいと思います。はい、それではね、まずね、この鎌倉、源頼朝がこの鎌倉の地に幕府を開いた、そのね、自然の要塞についてお話ししたいと思います。はい、源頼朝の切り開いた鎌倉幕府、ね、鎌倉です。ここはね、山、周囲を山で囲まれてます。そして海、山と海で囲まれた自然の要塞というふうに言われております。でね、この山を抜けるようにいくつかのこの道があるんですね。鎌倉七口と言います。ね、その中でも特にこのね、金沢、六浦方面に続いているこの切り口のことをですね、朝比奈切通と言って、特に有名な切通でね、国の史跡にも指定されていると。海ですから塩が取れたんですね。で、この塩を運ぶ道で、塩の道とも言います、別名。この度ね、令和3年の12月から再び朝比奈切通が開通されてました。ここをね、通って鎌倉まで行ってみたいと思います。はい、ということで、今日はね、この金沢八景から朝比奈切通を通って鶴岡八幡宮鎌倉までね、歩いていきたいと思います。さあ、まず金沢八景駅ね、歌川広重の金沢八景の絵、こんな風に飾ってあります。はい、そしてバスに乗って、このね、16号線を少し行って、ここでね、右折していって環状4号に入ります。そうするとね、ここでもう1キロか2キロぐらいね、進むでしょうかね。大道っていう地名のところがありますので、その少し向こうにね、朝比奈切通の入り口があります。はい、バスを降りて、そして朝比奈切通の方へ向かっていきます。あ、ここね、ちょうど朝比奈切通っていうこのね、目印の看板あります。あのね、昔はね、朝比奈って言ったんですよね。で、今は朝比奈、これはね、どっちでも正しいと思います。朝比奈切通、朝比奈切通、ね、両方言い方があるようです。はい、このね、狭い道をね、どん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 進んでいくと、まあ、しばらく行くとね、山道に入っていきます。さあ、ここにね、国史跡って書いてありますよね。朝比奈切通です。さあ、前回はここで行き止まりでしたが、今日はもうね、通行止めの看板はありませんので、このまま山道を進んでいきたいと思います。はい、右側ご覧くださいよ。ほら、石碑がずらっと並んでますよね。これいろんなところにね、点在していた石碑をここに集めたんじゃないですかね。いろんな時代のものがね、ありました。でね、こういうね、石碑とかね、石仏をね、見たらね、必ずね、裏面とか横面、私注目するんですよ。これがね、いつの時代に建てられた石碑なのか。はい、これは何て書いてありますね。ちょっとこれ読めないですね。でもこっちは読めますよ。寛政6年みたいな感じですよね。寛政って言ったらね、寛政の改革1700年代ですよね。いやー、もうその時代からね、ずーっとあるってことですけどね、この切通はね、鎌倉時代に切り開かれたので、さらに昔にね、作られた道路です。さあ、ここね、上に通ってるのが横浜横須賀道路、高速道路の下をくぐっていく感じになるんですね。昔の人はね、こんな高速道路ができるなんて思いもしなかったでしょうね。今トンネルみたいになっちゃってますけどね。ここの下を通っていきます。さあ、下から見上げる高速道路、こんな感じですよね。なんか妙な空間ですよね。隙間がね、あったりしてね。はい、ではどんどん進んでいきましょう。さあ、このね、鎌倉七切通、まあ鎌倉七口って言いますけどね、そのうちの最も古くて最も長い道である、この朝比奈切通、
こちらね、1200年代ですから鎌倉時代が始まってすぐというか、まあ、すぐって言っても半世紀ぐらい経ってますね。その時に作られた三代執権北条泰時によって作られた道ですね。これね、当時はね、何の道だったのかはよくわかりませんけど、その後ね、やっぱりね、金沢六浦では塩が取れましたので、その塩をね、鎌倉まで運ぶという運ぶ道であるということで、塩の道って言われたりしました。はい、ね、ここなんかすごいじゃないですか。幅はね、3メートルぐらいですけどね、高さが10メートルぐらいあって、もろね、切り立ってるんですよ。すごいね、苦労して切り開いたっていうのがね、わかりますよね。この断崖絶壁に囲まれてます。さあ、この切通ですけどね、いろいろ軍事の面でも、この源家、まあ、北条家ですよね、鎌倉幕府にいろいろ有利な面があったというふうに言われております。例えばですね、敵がですね、こっちからもう300人で押しかけてきたとします。ところがですね、ここがこんなにもう道が狭くなって、ここ全部山で通れませんので、この狭いところをですね、こうやって攻めてくるわけですよね。味方が守るのはここにね、こうやって何人かいて、この山の上にもね、こうやって何人か待ち構えて、石とか落とせば30人ぐらいで守ることができると。まあ、こういうね、地の利で非常にね、防御にも優れた形になっているということが言えると思います。はい、こんな感じで、どん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 進んでいきたいと思います。いやー、なんかね、ちょっとね、うっすらぐらいっていうかね、寂しい感じの道ではありますからね。立ち入り禁止って書いてありますけど、台風大雨による被害について安全対策のため調査を実施しておりますということですね。はい、そしてね、少しね、左側にね、脇道をそれていくと熊野神社というね、神社があります。左、熊野神社って書いてあります。さあ、こんな脇道を進んでいくと、あ、ここにね、壁にね、穴が開いてたんですよ。これどう見てもね、人工的な穴でね、昔はここにね、仏像とかね、石碑をね、なんか置いて祀ってたんじゃないかなと思われる穴です。今はね、もうね、錆びれちゃっててね、なんだかわかんない、ボロボロになってましたけれども、その脇道にそれて200メートルぐらい行くとね、忽然とね、神社、鳥居が現れるんですよね。そしてこの鳥居を進んでいくとね、社殿が見えます。さあ、この急な階段を登っていくと、いやー、こんな山奥にね、こんな神社があるんだと思うぐらいね、いや、ほんと山の中にひっそりと立ってるんですよね。はい、ここでね、お参りさせていただきました。あ、ここにね、リスを見つけたんですよね。木にね、リスがちょろちょろちょろってなんか動くなと思ったらね、リスがいたんですよ。まあ、この辺ね、自然豊かな山の中ですからね、まあ、金沢と鎌倉の間の山って言えばね、ほんともうね、まあ、都会の中のオアシスというかね、まあ、横浜の山林地帯ですよね、この辺は。はい、それではね、また熊野神社から元の本堂の方に戻って、再び朝日の切通をこんな感じで進んでいきます。あ、やっぱりね、ここら辺も絶壁ですよ。基本的にはね、このね、絶壁、まあね、これ、ね、多分ね、鎌倉時代に全部掘り下げたっていうことではなくてね、その後江戸時代とかにも、どん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 深くねしてって、今の形になったんじゃないかなというふうに思われますね。だいぶね、何度も何度も整備してる様子が伺えますよね。はい、落石注意って書いてありますけどね、確かにこれね、上からね、ポロ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 細かい石とかね、落っこちてきてもね、おかしくないなと思います。はい、あの左側にね、少しね、あの棒が見えますよね。あれがね、石の表示板で、あそこら辺がね、この朝日の切通のね、頂上、一番高いところになります。でここからね、下っていく感じになります。はい、そしてね、今度鎌倉側に来たんですけれども、今度ね、こちら側に来るとね、この道がね、濡れてるんですよ。どうしてこういう風になってるかわからないんですけど、多分ね、まあ、地面がね、水を染み込まない性質のね、岩なんでしょうね。でね、もう道がね、水浸しになってます。っていうかね、水浸しをこうやってね、川のね、中をね、歩いてるんじゃないかっていうぐらいね、水がちょろ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 流れてます。でね、この日はね、まあ前の日ももちろんですけどね、数日間は少なくともね、雨降ってません。それでもこんな感じなので、いつでもね、この水はね、あるんだと思いますよね。でね、
左側にね、側溝っていうんですか、まあドブとは言いませんけどね、溝がありましてね、そこに水をうまく持っていけば、ここのね、水浸しのところがね、治るはずなんですけれども、それをね、やってないんでしょうね、これ。わざとやらないんだと思います。国の史跡ですから、やたらとそういうね、地面をいじるっていうことはね、あえてやってないんじゃないかなっていう感じがします。ですからね、これ非常にね、歩きにくいです。滑る靴なんかとかね、まあ、ハイヒールとかで行く人はいないと思いますけれども、これはね、かなり歩きにくいので、慎重に歩いていった方がいい感じですね。まあ、汚れてもいいスニーカーで行くべきかなと思います。はい。でね、私のこの靴、今日はね、ちょっとね、洗濯をね、ミスりましたね。白いスニーカーで来ちゃったんですよ。いや、ちょっとね、汚れちゃいましたね。まあ、これくらい乾けばね、すぐ落ちるからいいかなと思いますけど。あ、これね、道路の通路のね、右側からね、湧き水がね、出てるのを見つけました。こうやってちょろちょろね、いろんなところから湧き水がね、出てるんだと思います。でね、ほら、道路を覆い尽くすこの水って感じですよね。はい。ここはね、やっぱり古い史跡ですからね、こんなね、古い看板もありましたよ。これもう何が書いてあるか判別不能っていう感じですよね。もうこの看板自体が史跡なんじゃないかっていうぐらいね、古いですよね。はい、そしてこの道見てください。左側にね、小さな道が見えるでしょ。あのね、熊野神社をさらに奥に行くとね、まだね、道が続いてたんですよね。で、ちょっとだけ私ね、歩いてみたんですけど、まだまだ続くなと思って地図でね、よく見てみたら、朝稲切通しの終点付近で合流することになってたので、多分ね、この小さい脇道が熊野神社につながっている脇道だと思います。そしてね、朝稲切通しの最後の方ですけども、このようにね、朝比奈の滝。うんね、これね、別名サブローの滝とも言うんですけどね。それともう一つ、梶原立ち洗いの水。こちらを目指していきたいと思います。はい。あ、この辺はね、速攻に水がうまく流れてますので、道はね、少し歩きやすくなっております。はい。もうね、あの正面の辺で、いよいよ朝稲切通しも最後の方になりますけれどもね。あそこに杭が打ってありますよね。ちょうどあの左側にね、滝があります。あ、ここですね。はい。これが朝比奈の滝、または三郎の滝って言います。はい、ここにね、まあ、鎌倉側から来ると、ここが朝比奈切通しの入り口になりますので、こういう石碑が立ってます。朝比奈切通し、こっからですよ、みたいな感じですよね。でね、この看板ね、昭和16年に建てられた案内板ですからね。まあ、このね、案内板、石碑自体がね、もうね、遺跡みたいなもんですよね。朝比奈三郎義秀っていう人がね、この朝比奈切通しのね、工事をね、担当したっていうんですよね。それで、ここの滝のことを朝比奈の滝、または三郎の滝っていうね、そういう名前がついてるそうです。さあ、そしてもう少しね、進んだところに、こちら右側見てください。右側にちょっとちょろちょろ水が、ほら、このね、管から水が流れてますよね。これがですね、梶原立ち洗いの水と言います。あのね、源頼朝が、まあ、将軍だった時に、上総の広常っていう人がいて、この人がね、謀反を企ててるっていうね、噂が流れます。そしてね、頼朝は、梶原景時っていう人。これはね、鎌倉殿の13人。大河ドラマありますよね。鎌倉殿の13人。この13人のうちの一人なんですけども、梶原景時。この人にね、上総の広常を撃ってこいっていうふうにね、命令します。まあね、もしかしたらね、これ梶原景時がね、そういう噂を流したのかもしれないなと思ってるんですけれども、まあ、いずれにしろね、中村獅童さんが演じるね、梶原景時、これがね、上総の広常をね、よし、すごろくでもやろうぜって言いながらね、誘ってすごろくやってる途中にね、ブスって刺して殺してしまうというね、これは源頼朝の命令だっていうふうに言われてますけども、源頼朝はね、これね、実は上総の広常がそんな裏切りを企ててないということが後で分かってね、非常に後悔するというふうに言い伝えが残っております。で、いずれにしてもね、この中村獅童さん演じる梶原景時が、佐藤浩市さん演じる上総の広常、これをね、殺してしまって、その殺した刀をこの水で洗ったという逸材が残っております。まあね、そういうことで、ここの水のことを、梶原立ち洗いの水というふうに言います。鎌倉時代のことですから、まあ戦国時代の前ですけれども、こういうね、騙し合い、馬鹿し合いとかね、いろいろな心理的な駆け引きっていうのはね、まあ、たくさんあったんだと思いますよね。本当にね、親子同士でも殺したり、兄弟でもね、殺し合ったりしてる時代ですからね。はい。しばらく行くとね、こちらはね、この、崖崩れをしないようにね、一生懸命工事している方たち、ああ、こういうね、
工事してる方々ありがたいですよね。一生懸命ね、こうやってね、のり面をね、固定するんでしょうね。さあ、そのままね、進んでいくと、あ、右側に見える道路、こちらがですね、県道204号線、まあ、金沢鎌倉道ってやつですよね。このね、204号線ができてからはですね、この朝比奈切通っていうのはほとんど人が通らなくなったんですけども、この道路ができるまではですね、朝比奈切通がですね、県道だったということらしいんですね。ですから人がたくさんね、往来してたんですよね。いやー、まあね、でもこの県道ができたからもうね、人はほとんど通らなくなってしまったということです。この地図見てもね、わかりますよね。あの環状4号からね、この鎌倉方面に向かうこの道は204号線が今ね、便利です。青い線ですね。で、赤い線が朝比奈切通です。はい、またね、ずっと歩いていきますと、これ滑川というね、川になります。これね、鎌倉の方のね、海まで流れてますけれども、鎌倉までね、一緒にね、進んでいく感じになります。滑川、左側に滑川、右側に県道204号、神奈川、金沢、鎌倉線、この間の道をね、このように進んでいきます。はい、もうしばらく行くと、十二所って書いてありますけど、十二所神社ですね。十二所神社。それと、大江稲荷というのがあります。鎌倉の町はね、古いポストがね、多いなっていう印象がありました。この後もね、いろんな古いポストね、見られますよ。はい、こちらが十二所神社です。立派な社殿がありますよね。こちらでもお参りをさせていただきました。そしてしばらく離れたところ、こちらがですね、大江広元公のゆかりの大江稲荷ですね。大江稲荷と言います。大江広元さんはですね、これもね、大河ドラマ鎌倉殿の13人のうちの一人として登場します。まあ、非常にね、有能な官僚だったというふうに言われております。この辺がね、大江広元さん家の邸宅もあったんですね。そのそばに大江稲荷、これがあります。はい、そしてしばらく行くとね、このようなね、私の大好きそうなね、お店がありました。まあ、これ、お酒屋さんですね。酒屋でした。はい、ここでもね、ちょっとね、喉が渇いたので、飲み物を買わせていただきました。とっても美味しかったですね、これ。はい、ここはですね、高速寺と言いますけれども、先ほどね、金沢六浦で採れた塩を鎌倉まで運ぶ道が、このね、朝比奈切通だって言いました。でね、このね、かつて塩を運んでいた運ぶ人がね、この高速寺に寄って、そして塩をね、お地蔵さんにお供えしていくと。そうするとね、その塩がね、帰りにお参りした時にはなくなってるっていうんですよね。ですから、このお地蔵さんのことを塩なめ地蔵という名前がね、ついてるそうです。で、今でもね、あってね、食塩がね、お供えされておりました。まあ、これね、まあ、きっと地元の人がね、持ってっちゃったんだろうなと思いますけどね。でもね、これいいじゃないですか。お地蔵さんがね、お塩を舐めちゃった。そして塩がなくなったんだっていうね。なんとなくね、こういう話ってね、いろんなとこにありますよね。全部お地蔵さんのせいにしちゃう。そして、再びこの204号線、江ノ島鎌倉市街の方に進んでいきます。ね、この道の横にね、こうやってね、ほんとね、時代を感じる道ですからね、石仏がね、並べられてるんですよ、無造作に。まあ、ちょっと手入れがあんまり行き届いてないって感じでしたけどね。でもね、こういうのが至るところに見られるんでしょうね。これもね、早速横面見てみたらね、弘化2年って書いてありました。弘化ですよ、これも江戸時代ですね。さあ、こっからはですね、鎌倉市街のちょっと外れのところになりますので、おしゃれなお店がね、たくさんありますよ。はい、先ほども言いましたけど、こんなポストね、普通ね、ないですよね。でね、こういう形のね、昔懐かしいポストがいろいろなところでね、何回かな、3、4回見ましたね。ほら、ここにもありました。いや、電柱とポストのコラボレーション、これむちゃくちゃ哀愁漂ってますね。はい、そして鎌倉光明寺郵便局、なんとなくね、このね、鎌倉の雰囲気をね、醸し出してる郵便局でした。そしてね、滑川と並行して歩いてますので、滑川にはね、こんなね、綺麗な鯉も見つけることができました。ゆったりと泳いでますね。はい、そろそろね、これ海の方に近くなってきますからね。はい、そしてね、杉本寺っていうお寺にも寄ってみました。ここはね、今日はね、鎌倉に来るから鎌倉時代の話かなと思ったんですけど、この杉本寺っていうところはね、鎌倉の中でも一番古いお寺で、奈良時代にできたそうです。はい、再びね、この道を歩いていきますと、日本総合諸芸院って書いてあります。なんとなくね、鎌倉っぽいですよね。はい、そしてね、面白い交差点を見つけました。分かれ道って書いてあります。この上のね、看板です。信号のところ見てください。
分かれ道っていうね、なんでこれ分かれ道かなって言ったらね、ここでね、鎌倉宮っていうね、神社、こちらの神社に続く道とね、分かれるんですね。で、この鎌倉宮っていうね、神社はね、鎌倉幕府を倒そうとした、天皇の政権に戻そうとした後醍醐天皇とその子供のゆかりのね、神社だっていうことなんで、まあ、鎌倉幕府にとってみると、敵側ですよね。その敵側の神社がここで分かれるということで、分かれ道という交差点の名前になっているということでした。かなりね、ちょっとね、面白い名前ですよね。しかもね、あれ分かれって読めないよな、普通。はい、こんなね、お魚屋があって、鎌倉ハンバーグなんていうお店もあって、まさにね、ここからね、観光地の匂いがね、非常に漂ってきます。はい、こんなバスもあってね、ここのバスとすれ違って、もう少し、あ、ここは、しずきゅうって書いてあります。何のお店でしょうか。はい、ここね、まっすぐ行った右側、もう人がね、行ったり来たりしてますよね。鎌倉駅から八幡宮にね、向かう人たちです。鶴岡八幡宮についに到着しました。今日はね、金沢八景から鶴岡八幡宮までね、途中までバスで行きましたけど、そっから歩いて朝日奈切通を通ってきました。いや、とってもね、時代を感じる道でしたよね。はい、鶴岡八幡宮、こんな感じでね、もうね、2月でしたけどね、非常にね、たくさんの方がお参りをしておりました。はい、今日もありがとうございました。